肩甲骨動かすにはですね、これみんな肩甲骨動かそうとして今頑張ってるんですけど、こんな動かし方とかね、多いですね。こんなんとかね、こんなん全然肩甲骨動きません、稼働しません。大事なのは腕をもう止めとくってことなんで、腕を止めといて、最低限ここの前腕止めといて、こうやって肩甲骨が回るかっていうのをですね、これが肩甲骨動いてるってことになりますので、こうやって皆さん肩回せると思うんですけど、その時腕一緒に動いてるでしょ。もうこんなん最悪ですけどね、はい、ここしか動いてへんからね、腕一緒に動いちゃうやんか。だから腕は止めて、片方ずつ練習すればいいです。止めてですね、止めて肩回し、ゆっくりでいいです。後ろ回しと前回しゆっくり練習しておくと、していくとですね、ある日肩甲骨だけこうやって動くようになってきます。でこれ動いてるってことは、ここが動いてね、ここの腱鎖関節、ここが動くから、ここを外してマラドーナになれるわけです。オッケー、これ筋肉に叱られたんじゃなくて、ここの腱鎖関節が動いた結果マラドーナみたいになったっていうことなんで、こう止めた途端急に回らなくなる人は肩甲骨動いてないってことね。それでも動かそうとゆっくりゆっくりでいいか回してみたら、ここの関節も動いてくるから肩甲骨が初めて回るんです。わかる？肩甲骨剥がしってこっちばっか外すやんか、みんな。これ肩甲骨内側ですよね、内側、内側をほぐすけど、こっち側全然ほぐされてないで、想像してください。肩甲骨がこうあって、内側はほぐされてるけど、こっちが動いてなかったら、こう剥がれはするけど動けへんでしょ。ここ止められてんねんから回れへんやん。だから回そうと思ったら、ここについてる腕を回さなきゃあなくなるね。でここも剥がれたらどうなる？こう回るでしょ。これが肩甲骨が回るっていうことなんで、これはもう世間の人全く分かってないので、最低限腕は止めて肩甲骨回すっていうことをね、やっていってください。五十肩腕上がれへんなる人ね、こっちばっか外そうとするやんか、肩甲骨の動きが大事やからって言って。それで改善される人もおるけどね、一向に改善されないっていう人多いね。こっち見落としてるんですよ。大体みんな肩関節か肩甲骨内側しか見てないのね。ここです。あとここも見てる人はいますけど、もう一個見なあかんの、ここの肩鎖関節が動いてるかどうかなんですね。ここむちゃくちゃ体使いにとって重要なポイントなので、使えるようにすることが大事ってことですね。だから肩の関節だけに頼ってたら、もうずっとそこばっか使ってたら肩痛める、肘痛めるは当たり前ですね。なので使える関節増やしていくことね、関節は肩関節っていうのと、ここにもう一個第二肩関節という関節があって、ね、ここに腱鎖関節っていう、まず3つあります。その3つ使えてるかどうかね、1個使えてる人と3つ使えてる人全然ちゃうからね、3つ使えてるかどうかで、ここにありますね、関節。これが胸骨と鎖骨の関節、胸鎖関節ですね。でここです。ここは構造上関節という名称ではないですけれども、胸肋軟骨になってます。ここ軟骨で出来上がってるので、関節と同じように動きます。だからここから腕だし、ここからも腕だし、ここから腕も使える必要があるしっていうことなんですね。なのでこういうところ、こういうところ、こういうところを柔らかくしていきましょうということが大事。そういったところを柔らかくするのが縦腰体操です。ちょっとマニアックな方法として、さっき言った腕止めて肩甲骨を回すような体操もですね、日々取り組まれるといいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。